なに、兄ちゃんどうしたよ。今のび太くんは私のこのパソコンの机の上にですね、乗っかってきて激しく泣いてます。なに、多分お腹空いてんじゃないかなと思うんですけどね。え、君の首輪がまだ見つかってないね。どこに落っことしてきたの。その首輪を見つけてきたらご褒美に美味しいものをあげましょう。なんとチュール3本というのはどうですか。だから首輪見つけてきて、加えてきてね。わかった、行ってきて。多分屋上じゃないかなと思います。家の中には落ちてなかったから。何、ゴロゴロ言ってるけど、そのゴロゴロ言ってる理由がよくわかりません。甘えてるの。そういえばこののび太くんの耳見てください。耳、こう耳の周りにですね、この茶色いシミが、茶色い毛がいっぱい生えてきてます。これはちょっとあれですね、びっくりしましたね。今まで耳はあまり毛が生えてなかったんですけど、ここ数ヶ月で耳に毛がかなりふさふさ生えてきて、端っこは茶色いです。その鳴き声が、お腹空いちゃったの。そんなにやるか、少しな、ご飯。じゃあ君、本当に最近は年がら年中お腹空かしてますね。これは今どういうことなんでしょう。成長期なのかな。まだとにかく朝から晩までお腹空かして泣いてるってお母さん言ってました。私が帰ってきてからも、もうカリカリとかレッドフードとか3回やりましたから。今夜の10時半ですけど、この1時間半ぐらいの間に3回やったな。だね、今体重はもう5キロぐらい君あるんじゃないのね。どうした、静香ちゃんともあんまり仲良くならなくなっちゃったしね。え、前はいつも静香ちゃんと2匹で必ず寝てたのに、最近は別々にいることが多いよね。いやー、もうしょうがないな。じゃあそれだけ甘えてこられちゃうと、もうかわいそうすぎて。よし、行こう。じゃあな、ご飯食べに。これ2階なんで下に連れて行くことにします。